はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。メカニクス投手作っていきたいと思います。センス丸引いたかと思いきやいいやつでございます。デッキはですね、ここ最近ずっとこのデッキでやっております。まあどんなね、投手ができるか、まあ一応盆栽で、S 級はね以前作ったんで SS を目指してやっていきたいななんて思っています。応援よろしくお願いします。いきます。さあ最初に早くにコントロールコツ欲しいですよ。 OK、 なんとか幸先いいです。そしてリアちゃんが早い。リアちゃんね、2回目ぐらいで来てくれるとね、あの回復との兼ね合いっていうんですか、バランスがいいんですけど、さあ評価上げをしながら、たくさんタッグ踏んでやっていきたいと思います。あとやっぱりロジカルマットをしっかり埋められるか、そういうところもね、キーになりそうですね。変化球タッグも3タッグ、4タッグ、たくさん来てほしいし、結構ね、やること多いし、運要素が高い、感じではあります。さあ、ここも、ポーカーフェイスってさ、だよね。だよね。これ、ポーカーフェイス来たら痛えな。抑えたかった。さあ何、ポーカーフェイスじゃん。くそー、残念すぎる。あとリアちゃんにね、あのしっかりとクリスマス前に告白してもらえるように、リアちゃんもしっかり追っていく必要がありそうです。こういうところいいですね。もう虹谷は評価マックスまで来ました。早いよ。 OKうん、結構みんな評価は上がってきている。セクワンで全員評価上がるといいな。でもそれ結構いきそうなんじゃない今回。メンタルがね、うわーきつい。まあこれは休みます。休みます。でこれは下を選択。モテモテがつくと嬉しいです。 OK、 やっぱねこれがつくだけで全然違うんでね、いいやつモテモテでございます。ほらこういうのよ、こういうの、こういうの、こういうの。ロジカルマップ、なんか流れがね今回割といいので頑張りたいですね。さあこれでワンチャン上がるかな、もう一人ぐらい。ダメか。さあ、ここでも早めにコントロールコツいただきたいです。さあ、何か。奪三振。いいですね。そして、ラブパワー。故障かな。いいですね、いいですね。8。9、14、12、14。まあちょっと評価を優先しようかな。ちょっとやる気下げられたのが痛いのでちょっと怖いな。ロジカルマットをね、しっかり埋めなきゃいけなかったり、やることはね、結構あるんだ。まあ、これは虹谷優先でいいかな。虹谷優先でいきましょう。そして、こういうのを取ってですね。これでいきましょうか。5% だったら大丈夫だと思う。5% で怪我したらもう、そこはそこで切り替えます。ポーカーフェイスのギリギリまで取っておこう。いきます。コントロールコツを早めに。OK。そしてこのイベントも始まったので、ちょっとずつね、体力考えながらやりたいですね。
さあ次とかメンタルとかにいないね。あーここ行きたいな。27なんで回復使っちゃいます。もうこういうのはねどんどん惜しみなく行きたいよ。よし、まあ本当に行きたいところで行けなくなる可能性もあるんだが、どんどんそういうところで勝負したい。そして告白のタイミングもすごいいいね。あとはもう本当に変化タッグ、このタイミングによるかなと思います。なので変化ブーストはちょっと開けておきたい。うん、8、22か24、これどこ行こうかな。結構迷うんだよな。結構迷う。うん、どうしようかな。ちょっとスタミナ上げておきます。でコントロールも、まあここは来ちゃったんだけどね、上げておきます。で変化球もつけておきます。うん、どうしようかな。うん、まあルシファーの評価ゲーしますか。まあポイントだけで言ったらね、守備とかの方がいい感じもするんですけど、うん、ここはこれでいきます。ここでも回復がある。いやセクワンそこそこ良かったんじゃない。でルシファーいるので、まあこれはルシファーいきます。ポーカーフェイスでリリースとか、ガチューンここら辺も取っておきます。バント封じはまだキレ来たらね抑えたいんでね。5じゃ抑えられなかった。ちょっともうコントロール上げておきます。そしてロジカルマップスタミナを上げます。ああ危ない危ない。よしこれでいいですね。伸びコツ欲しい。うん、早め早めの伸びコツ。クロスファイヤー、うん、あとはロジカルマップ埋めるのが早く欲しい。421、これはここかな。ちょっとポイント渋いな。低め、うわやばい気がする。危ない危ない危ない。うん、1300点そこそこ出てます。いやー今友沢成功してよかった。今のパターン失敗するパターンだよ、こういう流れで来ると。でもね成功してくれました。35、まあどうしようかな、迷うな。こういうところはね無理していく必要ないんですよね。無理していく必要ない。で1回目のデートが回復ないので、ここでデート1回目消費しちゃいましょう。消化しちゃいます。うん、おおいいですね。クロスファイヤーを抑えます。コツが割といい感じに来ているのが嬉しい。そして変化ブースト早く行きたいので、まあここで取っておきます。うん、さあ伸び、うん、しょうがないですね。お、こ
令和回復はあったかな。いいですね。そしてまたびっくりが来ている。12神楽。あ、さすがにこっちだな。さすがにこっち。いやー、守備ブーストしてこれで、守備ブーストもね、いつか早めに行けるようにここでこれは押さえておきます。うわ、これ守備ブーストいけたら熱かったな。うん、いや、一人虹谷、うん、割と渋めなのでここはデートします。デート、いや、マス埋めるやつが全然来ない。あの、3つ開けないと金徳3つまでいかないんですよ。そう考えると結構きつい。27ルシファー、まあ、これは27優先しましょう。で、ここは特にブーストを使う必要もないと思います。なのでちょっとこの上限マスをね、あの、目指してちょっと下に下がっていきます。うん、ちょっと上限マスは早く踏みたいな。さあ、おー、まあここ守備ブーストいっとこうかな。守備ブースト使いたいと思います。あとキレだけだよね。奪三振も取ったね。ちょっと早め早めに、うん、取っておきます。いいですね、臨床ポイントがここで一気に稼げるのもでかい。さあ、そしてコツを OK で、友沢もあと1回なので、ちょっとコントロールもね、上げておきたいですね。うん。やっぱ精神が足んない。毎回ね、毎回やっても精神足んなくなるんだ。まあ、貪欲にポイント行こう。貪欲にポイントに行く。スタミナブースト、ちょっと精神のブーストとか来てほしいな。さあ、これはマス埋めるやつではないかな。これは違うね。いやー、マス埋めるのが全然来ないな。最低一つは来てもらわないと。まあ、できればね、本当に三つ来てくんないと。金徳三つで、ちゃんと、コントロールも上げるっていうのをね、お見せしたいのでね。これはコントロールですね。で、ルシファーは、クロファイ取ったでしょ。安全圏。まあ、コツ来たらコツ来たでいいか。で、ロジカルマップ。ちょっと上限アップしておきます。これでいきます。早めに伸び。うん、あ、これもタイミングは、うん、いいですね。野球が上手くなりたい。さあ来い。 OK、 さあ来い。ここは失敗。ここの成功失敗が割とでかいんだよな。お、スタミナ28。あー、まあ、この差だったらこっちだね。で、どうしよう。ここのマップ取りたいんだけど、まあ、せっかくスタミナなんで、スタミナブースト使います。うん、精神ポイントだいぶありがたい。
そしてスタミナも3上がった。変化。さあどうするかな。こっからの立ち回りはすごい大事だよ。まあデートでもいいかな。デートでもいい気がしている。デートしましょう。これは3回目かな。上を選びます。 OK です。8、22、4。あー湿布な。まあこれ22と8だと全然変わってくるんでね。あれ今スタミナだよね。まあ、順応のコツは取っていくとして、ポンポンと取る。あーここな、低めもう抑えちゃったからな。どうしようかな。まあ玉持ちも取るとして、まあ玉持ち1個だけ取っておきますか。これでいきます。こういうところはね、もう本当に貪欲にポイントを目指していきます。さあ変化。1人。これは14ちょっとですね。なので、まあ玉持ち重いんでもう1個取ります。ラブパ中なんで回復もあるといいかな。いいですね。上で、こういうタイミングは結構良かった感じがします。それよりマス埋めるのが全然来ない。マスを埋めたい。4か。ただルシファーだと行きたい気もするんだよな。ルシファーだと行きたい。ただ次のこと考えるとこっちですね。そうです。二次谷とかも全然来てないな。二次谷ルシファーが全然かな。さあちょっとコントロールも上げておきましょう。球速も上げておきます。で変化もつけましょう。ちょっとでもね試合とかに勝てるように。玉持ち取れなくなるから変化を起こされますか。これでいきます。8、4、13、15。いやー渋いな本当に。取れるところがなくなってきている。取ります。でちょっとでも置いておきます。これはあれかな。やっと一つ目です。
おお、変化ブースト。いや、変化ブーストしっかりしたいな。来い。おお、もうこういうところ使っていきましょう。で、上行くか下行くか。まあ、ブーストは1個あるので、下行きます。さあ、何？安いの。変化ブーストめっちゃ来た。もう変化たくさん来てくれ。あとやっぱりルシファー絡んでくれるね。変化ブースト来てくれると嬉しいですね。ルシファーいてくれると本当に精神ポイントをね、稼げるので。うん、これはちょっと一回メンタル踏んでおきます。変化。おおおおお。まあ、22っていうポイントも高いですし、進めることを考えると、うん、下に行きます。いいですね。ちょっとずつ近づいている感じ。ただ精神ポイントが本当にきつい。ルシファー絡んでくれないとな。いやー、こういうところもな、難しいな。2だもんな。まあ、ここはちょっと賭けでもあるんですけど、デートします。して、能力も、ちょっと上げます。で、パームにしようかな。こんな感じにしますか？山持ちももう抑えます。バント封じ。内無双はまだ我慢、順応もまだ我慢で、デートです。うん、あと2つマス埋めんのもきつそうだし、全部取れそうな感じがしないな今回。おお、そしてこれですね。ちょっとルシファーはね、割と今回静かなんで。うん。14足して、この後試合とかもあるんで、ちょっと削っておきたい。試合勝つこと考えるとね。当然勝ってもらうと信じながらやります。動くところがあって、コンピューターに任せます。さあ、さっきコツを取った、もう5になっている。ここは取ります。うちの層はまだいいかな。うん、これでいきます。いやー、変化がっつり。ルシファーと、友沢セットで絡んでくれると嬉しい。で、そこに変化ブーストをしっかりとやる。うん、そんな戦い方になりそうですね。よし、試合も勝ちました。OK。いいですね。ポイント、バランス的にすごい。あー、こういうの、こういうの。ただ、ここにルシファーいてくれたら完璧だった。ここにルシファー、なんでいない。ブーストします。うん、いいですね。あの、回復のアイテムもあるし、回復のマスもあるんでね、ちょっとそういうところはうまく使いながらやっていきたい。さあ、これも成功でしょう。 OK。田村、ああここもいい。うん、23か。
本庄はもう抑えてんだっけ。まあでも本当は5にしてもいいかなと。あ、根性もらってない。じゃあここですね。でロジカルマップでちょっと怪我したくないので使っちゃいましょう。使っちゃいます。でここ行きます。23で根性いただきたいですね。 OK。 オンナイト、うん、ここですね。これ回復もあって、まあ、調子安定がつきます。やる気は下がるんだけど、でも全然いい。これも回復にします。来い。ねえ、1人か。20してルシファー。ルシファー行きてえけどな。さあこれはどっちがいいかな。やる気もあるんでね。うん、ここも取りたいし、ここは45。うん、まあちょっとポイントオーバーするんですが、これはここ行きます。うん、そして遅くなりましたけど、これも来ましたね。次あたりデートしたいな。7、13。うん、このタイミングでデートですね。でデートの前に45削られるとあれだな。どうすっかな。迷いどころだな。まあいいか。おお、これでかい。うん、でデートします。さあこれも完走ですね。少し尻上がり骨とかも欲しいんで、あの神楽は積極的に置いたいですね。びっくり。うわで三田村逃げ玉、まあ、根性今ね精神ポイント結構少なめなんで5もらってもいいかななんていう思ったりしています。よいしょ。うん、なのでこのまま行きたいと思います。どうしよう、今度は刺しちゃった方がいいかな。いやでもね、本当にいつもきつくなるんだよね。だからちょっとこのままいきます。逃げ玉。うん、割といい感じだったかもしれない。あとはマスを2つ開けることと、ちょっとでもマス2つ開けたところで取れる気がしねえな。うん、こういうところも考えながらですね。まあでもここは突っ込んじゃいます。いやーありがたい。そして下がる。そしてこれはもうブーストですね。上のブースト使います。そして怪我もねちょっと怖いんだよな。 7% 大丈夫か。大丈夫、怪我すんなよ。 OK。 いろいろでかい。そしてルシファーも、うん、これ2回目ですね。おお、いいねいいね。三田村か。ただルシファーもいるんで、ここに行きます。本当はこっちも行きたい。
で、ここのタイミングで回復使っちゃっていいかな。ちょっと待てよ。うん、いいでしょう。コントロールブーストを発動します。知って、さすがにこの怪我率怖いんでね、使います。これでいきます。うん、でかい。これは本当にでかい。精神ポイントが本当に何よりでかい。逃げ玉、あ、逃げ玉抑えるべきだった。これは完全にミスしちゃった。もったいね。で、これは上から2番目です。うん、いいですね、いいですね。さあ、これも成功してほしい。OK。よしよし、これ結構見えてきた。まず、超スローを取ります。そして、パームも1個取り。ここだけ待つか。逃げ玉。逃げ玉だけちょっともったいなかった。そして、これも取る。いろいろ見えてきましたよ。で、ここももう1個上げておきます。で、球速もちょっと上げると。うわぁ。うん、どうしよう。変化。まあ、まあでもこれはここだな。うん。これはここで、まあ、ブーストがもうないのか。まあ、これはこのままいきましょう。これ14でもいいですね。で、上限アップだけしておいて、で、うん、青春いけます。さあ、ここも、あー、失敗かな。うん、回復にします。うん、45。まあ、ここはメンタルでもいいですね。お、ここに来て。まあ、でも、おそらく全部は取れないでしょう。チョイス。あー、これカグラか。変化球ブーストが残念ながらないので、ディレードアームから先に取ります。うん、ちょっときついですね、いろいろ。で、カグラは尻上がり欲しいですと。他のコツは押さえたはずだよ。ど根性、これだけ待つか。こんな感じにしますか。もう一球種ぐらい変化球いけそうな感じもします、このペースならね。ただしっかりとコツをくれ。そして尻上がりをくれ。打たれ。打たれって結構もらっちゃうんだよね。うん、いいですね。
メンタルにします。もう調整に入ってます。うわー、ここは痛いな、こういうの。そして、初戦はサクッとできます。まあこんなとこでは負けないでしょうと言いつつ、ちょいちょい負ける。本当にちょいちょい負けるんだよ。よし、これでいきます。よし、頑張るぞ。さあ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 、ノーアウトで回ってきたよ。頼むよ、頼むよ。彼は一応中継ぎ予定ですね。中継ぎ予定。OK、ツーアウト。あと、そろそろね、息子がプールから帰ってくる。そろそろプールから帰ってくるよ、息子が。OK。うん、やっぱりこれでも回ってくるのはなんでだろう。まだまだ弱いってことなのかな。やっぱ精神ポイント考えると足んないですよね。もうルシファーはすげえ追わないと。あと乗りコツも欲しいしね。実は欲しいコツがまだまだある。 OK。よし。で、次から、本当はやりたくないんだけど、ピンちゃんやりたいと思います。11、29。まあ、どうしよう。どうすんのがいいかな。精神ポイント取れるとこもうないもんな。30、45。もう取れるところも減ってきてるよ。なので、まあここはここで美味しいとはいえ、まあ一回今回ここ行くか。今回ここ行こう。1ポイントでも多くっていう感じになってきてしまった。うん、ありがたい。これはここですね。さあ、しっかりとピンチ&チャンスで、ど根性しか取れない。ジャストフィット。精神がマジで足んない。あとだって160、あと300ぐらい必要だもんね。普通に言ってコツ取れないこと考えて200、そしてこっちも上げる。結構きつい。取れるかな。精神ポイント、ちょっとやっぱりそういうことをね、考えながら立ち回るとなかなか難しいですね。お、そして息子は帰ってきましたね。さあ、センター前、いいですね。そしてピッチャーです。うわ、打てない。まあまた回ってくるでしょう。オッケー。さあ、頑張るよ。ああ、抜けないな。まあ、ここもコールドにするとね、甲子園まではすげえ
いいんだけど。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。打ちました。掴んでこれで3アウトになります。メカニクス追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー。マグロ君、何気にこのカットボールってやだね。打てるんだけど詰まるんだよね。OK。 あのこういうところでも本当はさっきも言ったように、あのコールドを狙った方がいいんでしょうけど、我慢できない。打っちゃう。さあノーアウト一三塁、ノーアウト一三塁でございます。OK。あーでもやっぱ伸び欲しいな。ああいうところでもやっぱ伸びあるの全然違うもんね。まああとはこれが千丸だったらどうなってるかとかね、なんかそういうのも気になるね。たださ千丸来た時こういうサクセスできないんだよな俺。千丸来ただけでなんかやっぱり勝負しちゃう自分もいて。今村まずは簡単に追い込んでいます。 OK。 良くない。さあ最終回でございます。ここもしっかりと勝ちたい。初球を打った。抜けた。鮭ヒットを放ちました。バッターは3番イカ。今日4度目のバッターボックス。練習やっぱりどっかでハマってくんないと精神ポイント絶対きついんだこれ。内野陣は月通体制。コントロールブーストでまたルシファーがいてくれるとかね、なんかそういうパターンが欲しい。カンパチ君って4番なんだな。 OK。 いいや、抜けちゃうか。ボールは中継。鈴木ヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。初球空振り、タイミング合いません。第2球超スローボール決まってストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。 OK。 よしよし、一応ここまで来ました。甲子園です。変化か。またでもこれはスカウトもいるし精神ですね。うん、取れるところを考えていかなきゃいけないのと、三田村が苦しい。まあこれここですね。で、まあ、クイック いらないんだけど、どうしようかな。コントロールブーストか。ここ開けます。なんか熱いの来てくれ。おお、精神、これはでかい。これ絶対踏もう。やった、これはでかい。うん、これはでかい、マジででかい。クイックコツ。ここもピンチャーにします。どうしようかな、もう一個変化。まあ、これは最後でいいとして、って感じだよね本当に。まあ、コイン取りますか。こんな感じかな。この2つも取りたいか。1個にしておく。まあまだいいか。でこれよいしょとか、ここら辺も重いな。
ちょっといろんなプレッシャーをかけるためにこうしておきます。頑張らなければいけない状態。よし、球児たちはメカニクス先生のチャンスを迎えました。さあ打つよ。もうこっからコールドないんでね。アウトかよ、ひどくないこれ。せめて走ることこっちに教えてよ、ね、したら言ってたよ。さあ抜けろ。オッケー、回れ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 。いいですね。投げました。打った。こういう早い回からこうやって点が入ると楽に投げられる。関駅大展開で迎える4回です。ワンアウトランナー2塁という場面で打ちました。初球打ち、2塁ランナー3塁へ向かう。結構打たんな、マジで。打たれ強さ持ってるけど関係ねえか。投球これから2球目、ゲッツー。ショート右の当たり、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウト。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、やべ、第2球投げました、打ちました、2塁ランナー3塁へ、ヒット、やべ、ヒットを放ちました。メカニクスなおもチャンスが続きます。投げた、シュートはボール、打つよ。投球これから2球目、オッケー。飛んだ、ヒットになります。なんかこれはもう大丈夫そうだな。ただね、最終回もね、しっかり投げなきゃいけないのがね、こうなってくるとめんどくさいんだよな。第2球投げた、打ちました、お、抜けた、ヒット、ボールは中継、メカニクスさらに1点追加、7対0。第1球投げた、初球を打ちました、これはヒットになります。水谷、ヒットを放ちました。メカニクス、先駆けくん狙っちゃうヨハナ。第2球投げた、危ない球、第3球を投げました、うん、打ちました、三塁ランナー今村、三塁マーカー、メカニクス、いいですね。もう本当に点取りまくってる。一村、第1球初球を打った、ピッチャー返し。さあここで回が終わりました。おー、まだ来るか。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で、違う、今日はここまで3打数。強烈、行った、入った、入った。関駅大展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で、掃除、ここまで2打席連続三振、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を打った、インフィールドフライになりました。ファウルグラウンド、キャッチしています。次の変化をカーブとかにするか、それとも逆方向シュートとかにするか好みなんだけどね。なんかカーブがいいな今回。見事なピッチングです。第1球見送ってストライク、第2球インローギリギリいっぱいストライク、これで追い込みました。 OK で、この投手は中継ぎですね。ちゃんと最後までしっかりポイントをね、うまく取れればそこそこの選手になりそうだよ。 SS 行くかな、ちょっとわからないけど期待はしている。伸びとか取れるかっていうことと、あとストレートもね、もう少し速くしないといけないんで、そういうところがどうなるか。ナイスピッチ。感染、本当に精神が足らない。次さらそう、ズバッといこう、ズバッと、えい、戦略ポイントはまあ大丈夫そうなんだよね。もう本当に精神、何より精神で、ここでもポイントを高いのを選びたい。15、8、14、14、10、3、3はダメだな、3
3はダメだ。三田村でクイックだろう。まあここですね。うん、1。でここもしっかりとチャンス&ピンチ、ピンチ&チャンス。もう何言ってるか分かんないけど。いやー結構渋いな。ポイントが、ポイントがマジで結構渋い。110159。本当にギリギリ、本当にギリギリ、マジでここ負けらんないよ。ここ負けちゃったらもう、あの今取ってるの全部もう水縄だから。特にね、飽きられちゃう、飽きれられちゃうからね、こういう戦い方するとマジで。そういうので何度今までに動画をボツにしてきているか、あの想像以上に皆さんしてきてるからね、俺動画をボツに。ああ、通信が落ちた。いい当たりですが、左に切れていきます。投げた。よし、よし、よし、よし。この2点はでかい。ツーアウトランナー2塁という場面で、違う。第1打席はフォアボール。よし。いや、もう9回まで待ってなくていいよ。しかもノーアウトだし。ノーアウトランナー2塁という場面で、ノリー。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。打ちました。センター前に出るヒットになります。森井ヒットを放ちました。メカニクス直美で早めに調子で上がりはつけたんな。尻上がり第2球コツくんないかな。これは右へ切れていきます。もう本当にコツくれるだけでだいぶ大きいよ。下げつ二塁フォースアウト。あーっと送球止めた。オッケー、最終回、先頭バッターピッチャーしっかりとね。第1球外角低めいっぱいストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。打ちました。これはファースト正面、いいですね。そのままベースに入ってアウト。第1球投げました。変化球ストライク、インローへ。まずは決めてきました。変化球ストライク、アウトローへ。キレのある変化球、第3球を投げました。ハーブボール見逃し三振。今村ナイスピッチング。バッターは代打笠原。さあ最後のバッターでございます。しっかり打ち取りを追う。まずは入れてきました。第2球2球目ストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は今村。空振り三振。バットが空を切りました。メカニクス。いやーで65ポイントしかくんねえのか。でロジカルマップ、ここはもうこの精神取ります。いやこれだいぶでかいから本当に。あー、まあこれも絶対無理しちゃいけないな。13でもでかいんでここいきます。で最後はサクッとできます。でしっかりと勝ってもらって、うん、ポイントをがっつり欲しい。でまずはこうして、で、調子利上がりは取っちゃいます。これでいきます。球速もちょっと上げておく。1個しかやんないな。152ギリかな。変化がつけれる。牽制で余るから、内無双110いくね。手応え110いくから OK ですね。で変化球1個つけて球速上げて、で伸びもつけられたらつけると。さあどんぐらい出てるか楽しみ。勝ってくれ、全国の勝ってくれ。メカニクス先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で轟き。
マジで勝ってくれ。第3球を下元空振り三振。今村三球。ここにさらにもう一個ね、金徳つくこと考えたらやっぱりハマった時の凄さはあるよね。第2球これも空振り。第3球149キロ直球。伸びが欲しいな、やっぱり。あと重い球もつけたいでしょ。やりたいこと結構ありますよ。ツーアウトランナー二塁という場面で、渡部スライダーはストライク。まずは決めてきました。第2球見送ってストライク、うん、これで追い込みました。第3球は前の2球目空振り三振。三振に切って取りました。これでも中継ぎの SS さんとか作ってる人たちすげえな。作れる気しねえな。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、渡部SS3 でしょ。なんかもうどうやったら行くのかがわからない。そこまで行きたいな。もう金徳もこだわったりしなきゃダメだよね。前触れ復活、うん、さあちょっと集中だ。ここはゼロで行きたい。ポイントも変わってくるんだよね。第2球ストライク、膝元厳しいところ。第3球を外角低め、空振り三振。今村見事なピッチングです。第1球スライダー見送ってストライク。投球いいよ、使うよ。そして最後も使うよ。 OK、 149キロ直球、空振り三振。今村さあゼロで、ゼロで、ゼロで OK、 OK。いや頑張った頑張った。うん、このポイントはでかいっす。そしてここでのポイントもでかいよ。これですね。この最後の20ポイントとかに泣くこと多いからね。ここは中継ぎにします。いいですね。よし頑張るぞ。1万点超えました。でまずはここまで確定にして、変化はちょっと後練習する。打ちみそ、うーわきつ、マジできつい。伸び取れる、1個取れる。重い球取れる、重い球は取れない。もうこれで終わっちゃうね、マジで。376、2個いける。あ、もうこれで終わっちゃうわ。これで終わっちゃうね。打たれ、あーもうこれで終わった。どうしよっかな。コントロールはつけてもしょうがないので、こんな感じ。やっぱ取りたいコツまだまだあったな。まあこんな感じでいいっすか。変化球はもっと安いのかな。シュートだったらどうなんだ。あんま変わんないからもうカーブでいいや。じゃあこれでいきます。こんな感じです。金徳は 1,2,3,4,5,6,7,8 で、ここでこれも入れたら9。 SS1。 うん、まあこんなもんすかね。これが千丸だったりとかね、もう少しロジカルマップ開けれたりとか、あとは、うん、もうちょっと精神関係のうまくはまれば2っていうのが見えてきたり、その先も見えてくるんじゃないかななんて思っています。自己ベストやったんだ。まあでも、うん、
個人的にはまあ良かったんじゃないかななんて思ってます。そしてここもね更新できたんで、こんな感じですか。いいですね。まあひとまずはねこれで中継ぎとかを全員 SS 以上にしていくっていう作業になるのかななんて思ってます。なので結構メカニクスはやっていきますよ。皆さんもねぜひともやってみてください。じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。